新越前寺は秦のその占領を嫌って日本へ亡命してきます、非常に高名なお坊さんが長崎にいるということで徳川光圀公が、水戸藩に呼びます。で、祇園寺というお寺を作ってそこの御開山にしたのが新越前寺であります。お墓の下で喜んでいらっしゃるかなと思っております。とてもなんかすごい味わい深い演奏でなんかとっても聴いててなんかこういう空間でもありましたしとても心地よいなっていう風に感じました。日本と中国ではなんか琴っていうことで共通点もあるんですけれども少し違った音色とかなんかそういうのも聞けてなんかそこは面白かったかなっていう。奥ゆかしい昔あのクラシックないい演奏があると思います。ふるさとは一緒のような気がします。テレビドラマで三国志なんか見た時にね諸葛亮孔明が弾く場面があるんですよね。あれをこう思い出しながら聞いてました。なんかちょっと時間も超越、ね、した感じで。